どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの動画では、東北ブロック6件ございますね。こちらの2020年度の過去問の解説を始めていきますので、過去問に関してはですね、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、それでは問1から問10までの内容について、触れていきたいと思いますので、皆さん準備はよろしいでしょうか？はい、それでは早速始めていきたいと思います。はい、では問1番見ていきましょう。問1番ですね、医薬品の本質に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかという内容です。はい、答えなんですが、横に答えちょっと書いていきたいと思いますので、皆さん確認していきましょうね。はい、では問1番の答えは、こちらは3番となります。3番ですね。大丈夫でしょうか。はい、それで、A のところがちょっと違いますね。検査薬は、人体に対して直接使用されないため、人の健康に影響を与えることはないよと言ってるんですけど、ね、検査薬、そうですよね。例えば妊娠検査薬だったりとか、直接、体に使うものではなく、ね、おしっこをね、検体として使っていきますけど、人体に影響を出ることはありますよね。はい、あとは殺虫剤とか間違って飲み込んでしまったりとか、そういったところでも人体に影響を出ることはありますので、なので与えることはないよというところが誤りとなります。はい。で、あとは B、C、D は、正解となりますので、こちら流させていただきますね。ということで、問1番は3番が正解でした。はい、では、次は問2番に、行きたいと思います。以下の投与量と、効果、または毒性に関する記述について、括弧内に入るべき軸の正しい組み合わせはどれかというところです。はい、こちら答えはですね、2番となります。問2は2番が、正解となりますね。はい。で、穴埋め問題。ここはですね、まずは言葉を知らないとね、問題が解けないので、そのようなところではですね、言葉をしっかりと押さえていただきたいなと思います。では、ちょっと読み上げていきますと、治療量上限を超えると、効果よりも有害反応が、強く発現する。括弧 A のところに関しては、これは中毒量が入ってきますよね。で、このあたりはどうでしょうかね、皆さん。ここの反応に関するグラフありましたよね。私の過去問の、過去問ではなく、試験対策講座のところでもちょっとお話をしておりますので、ぜひぜひ、詳しくはそちらのところで、表とかを、グラフとかをですね、確認していただくといいのかなと思うんですけど、で、まずそんな中毒量、という言葉、確認していただきたいと思います。そして、動物実験により、求められる、ここ動物実験じゃなくて、例えば人に用いられるとかっていうふうにね、出てきたりすること、ありますので、そういったところではですね、ここ、C は、これは LD50 が入りますよね。はい、今、こちらにですね、LD50、書かせていただきました。LD50 というのは、これは何でしたっけ？ね、これ B のところに入りますけど、B のところに関しては、これは、致死量ですよね。なので、LD50 は50%致死量というものになりますので、このようなところですね、ちょっと気をつけていただきたいと思います。ね。で、なので、50%致死量。ね。これが、動物実験。人ではなく動物実験だよというところを押さえていただきたいですし、そして、LD50。50なんだな。50%致死量のことなんだなというところ。なので、LD100 とかね。これは、登録販売者の試験外ですけど、まあ、ちなみにこれ、LD100 っていうのは、100%。ね、50%じゃなくて100%の意味をしていますので、なんですかね、完全致死量とか確実致死量とか、そのようなところの内容となりますので、そのあたりは、試験覚えなくて構い、大丈夫ですので、まずは LD50、50%致死量なんだなというところを押さえていきましょう。はい。では、次行きましょう。今度は問3番見ていきます。医薬品などの、基準に関するものであるということで、括弧内に入れるべき軸の、は、第1欄から2欄というところで、括弧は何でしょうかということ、になります。はい。で、ちょっと見ていきますと、医薬品製造販売後の調査及び試験の実施の基準は何とかと言いますよと言ってます。
はい、こちら、まずは問い3、答え、見ていきますと、答えは、2番となりますね。2番となります。2番ですね。大丈夫でしょうか。で、こちら、GPSP が入りますね。はい、GPSP というのは、調査試験というところですね。はい、なので、こちらちょっと、書かせていただきましたけど、調査試験が、これが、GPSP でしたね。大丈夫でしょうか。グッドポスト、マーケティング、スタディープラクティス、というところだったと思います。なので、GPSP というところ、これは製造販売後の内容となります。はい。では、他にもですね、まあ、選択肢、ありますよね。他にも GVP、GCP、GPSP、GMP とかっていうのがあります。で、GMP に関しては、これは登録販売者の試験外となりますので、ね、ここの解説、まあ、ちょっと確認いくと、GMP に関しては、これは、製造管理とか、品質管理とかの、基準を定めたものになりますので、M はこの、GM の M は、マニュファクチャリーの、M になりますので、マニュファクチャリー、直訳しますと、管理とか、そういったところになります。これは、試験外ですので、まあ、簡単に言うと、お薬を作っている工場に関する、基準を定めたものが GMP なんだな。それはですね、覚えなくても大丈夫ですので、まあ、ただ、薬業界では、すごく有名な、この基準となりますので、登録販売者になってから押さえておいていただくといいのかなとは思います。はい。それで、戻しますと、GVP って何だったっけなというところでは、GVP はですね、こちら、安全管理でしたよね。GVP。ビジレンスの V だったと思います。大丈夫だったでしょうか。はい。それからあとは、他にもですね、GCP、GLP とかってありますけど、皆さん、どっちだか大丈夫でしょうか。いけます?パンパーンといけますかね?臨床管理、ごめんなさい。臨床試験、非臨床試験というところでしたね。臨床試験というのは、これは、あれですよね。GCP、ね、クリニカル、それから、こちらは GLP、ラボラトリーというところで、非、ね、ついておりますので、ついてるのかついてないのか、ね、このあたりのところもですね、大事なところでしたので、しっかりと押さえていきましょう。はい、それでは、次に進んでいきたいと思います。今度は問い4番ですね。健康食品に関する問題で正しい組み合わせはどれかということで、健康食品に関しては第4章でも出てくるような内容ですけど、ここですね、第1章でも出てきますので、しっかりと押さえていきましょう。では、こちらはですね、まず答え、見ていきます。問い4番の答えは、こちらは2番が正解となりますね。はい。では、まずは A はいいですよね。そして、B が違いますね。こちら、機能性表示食品は、疾病に罹患したもの、要は病気にかかった人ということですね。ものの、健康の維持及び増進に役立つ旨を表示してもいいですよということで、まずは疾病に罹患したものっていうところが違いますよね。そうなんですよ。要は病気にかかってますよとね、そこは違います。こちら、書かせていただきました、機能性表示食品の、内容ですね。特定の保険の目的が期待できる過去、健康の維持及び、増進に役立つという食品の機能性を、表示することができますよということで、特定の保険の目的が期待できるというところね、まあ、そんなところがですね、この機能性表示食品というものになりますので、ね、なので、まあ、機能性のね、表示。なので、ここもですね、機能性の表示というところ、そして保険の目的が期待できるよというところですね、合わせて押さえておいていただくといいのかなと思います。はい、ということで、C は誤り、ごめんなさいね、B は誤り、そして C、保険食品は、法的にもまた、安全性や、効果を、担保する科学的、データの面でも医薬品と同等ですよ、というところで、まあ、医薬、確かにですね、食品はですね、高い基準設けられてますけど、さらに医薬品というのはもっと高い基準で定められておりますので、まあ、そんなところはですね、ここの C のところは誤りとなります。はい、ということで、この問い4は2番が、正解となりますので、大丈夫だったでしょうか。では、次いきますね。今度は問い5番を見ていきます。酒類に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、答えは1番が正解となります。1番が正解ですね。はい。ちょっと書いていきますね。1番が正解です。はい。間違っているところは B ですね。アルコールは酒として、
これ腎臓で代謝されるためということで、さらっと読むと間違っちゃうんですね。ここの腎臓ではなく、ここは、肝臓ですよね。そうですよね。肝臓というのはね、体に入った何か異物、毒物とかを解毒してくれる役目、要は代謝してくれる役目がありますので、アルコールというものもですね、私たちの体にとっては異物になりますから、なので、そういった意味ではですね、これ腎臓は排泄する、体に溜まったいらないものをですね、ろ過していく、そんなような役目がありましたので、ここは腎臓ではなく肝臓というところになりますので、B は誤り、そして CD は正解となりますので、ここの問い5は1番が正解でした。はい、では次、問い6番に見て、6番に進んでいきます。医薬品の副作用に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、答えはこちらは5番が、正解となります。はい、5番が正解ですね。はい、では、ですね、B。一般用医薬品を販売する際、不安を煽らないために副作用に関する情報は知らせるべきではない。そんなことはありません。ね、しっかりと。まあもちろん重篤なものとかいろんなものありますので、全部説明するのは大変なんですけど、やはりですね、説明するところは必要だと思いますので、B は誤りとなります。はい、それからですね、今度は C。市販された一般用医薬品の効果や、副作用などはすべて解明、済みですよと言ってますけど、すべてが解明されているわけではありません。まだなんでなんだろうとわからないところもたくさんありますので、C は誤りとなります。はい、それから D ですね。医薬品は使用方法に従って十分に注意して使用されていれば副作用生じることはありません。そんなことはありません。出てくるものもありますので、D は誤り。ということで、問い6番は5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い7番です。医薬品の、適正、不適正な、使用と有害事象に関する問題です。正しい組み合わせはどれかということで、答えですね。問い7の答えはこちらは5番が正解ですね。はい、では、こちらまず C が違います。ますね。症状の原因となっている疾病の根本的な、治療や、生活習慣の、改善などがなされないまま一般用医薬品を使用して症状を、一時的に緩和するだけの、対処をですね漠然と続けていても、有害事象を招く危険性が増すことはないというところね、増すことはない、うん、違いますよね、増すことありますよね。なので後半のところが違っておりますので C は誤りとなります。ということで問い7は5番が正解でした。はい、では次問い8番を見ていきます。次の、記述は医薬品の不適正な使用と有害事象に関するものであると正しいものの組み合わせはどれかというところですね。はい、ということで問い8は、こちらは答えはですね、いいですか、4番が正解となります。4番が正解ですね。まず A、薬物依存から、離脱することはね、容易であるよ。この薬物依存というのは、精神的な依存、身体的依存というのが2つありますので、なので、精神的な依存は自分で我慢することはできるんですけど、ただ身体的依存はですね、もうなんかこの体が震えてきてしまってとか、いろんな症状が、やはり出てきて、もう気持ちだけでは抑えられない、もう体が欲してしまってということになりますので、容易ではありません。なので A は誤りです。それから C、誤りですね。医薬品は、使用する量が定められていないよというところですね。そのことありませんよね。定められておりますので、用法、用量ね、定められておりますので、C は誤り。ということで、問い8は4番が正解となります。はい、では次行きましょう。問い9です。小児と医薬品に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらはですね、答えは、3番が正解となります。3番が正解ですね。はい、こちらはですね、A は正解。そして、そうですね、A は特に大人に比べて、体の大きさに対して腸が長く、そして、医薬品の吸収率が相対的に高いよ、ね、特にこの長い、それから高い、こういったところを引っ掛け、問題で他のところも出てきますので、十分気をつけてください。そして、B の一般的に血液脳関門が未発達であるため、医薬品の成分が脳に達しやすいよっていうところが、あれですよね、達しにくい。ではなく、達しやすいですよね。なので、ここのところ、大丈夫だったでしょうか。それから D に関しては、一般的に、腎臓の機能が未発達であるため、
胃液の成分の排泄が大人よりも早いよ。ね。これ未発達なので、要は排泄機能がですね、これ未発達だったら遅くなりますよね。では、なので、早いではなく、ここは遅いというところになりますので、D は誤り。ということで、問い9は3番が正解でした。はい、では、最後、問い10番ですね。乳幼児と、医薬品に、関する以下の記述の成功について正しい組み合わせはどれかというところで、はい、こちらはですね、答えは、5番が正解となります。5番が正解ですね。はい、C が違いますね。医薬品の使用上の注意において、乳児という場合には、おおよその目安として、2歳未満のことを言いますよ。2歳未満ではないですよね。乳児というのはね、お乳を飲んでるお子さんの、あたりだったと思いますので、なので、これは2歳ではなく、そうですよね。1歳でしたよね。なので、ここは2歳ではなく1歳というところが正解となりますので、問い10は、こちらですね、5番が正解となりました。はい。ということで、ここまで皆さんどうだったでしょうか？できましたでしょうか？はい。ということで、こちら一度解いた問題もですね、繰り返し解くことによって記憶の定着つながっていきますので、ぜひ一度解いたからではなくですね、何度も何度も解くように、していただきたいなと思います。はい。ということで、今日はこのあたりで終わりにしていきたいと思います。こちらの動画いいなと思っていただいた方はですね、下にですね、LINE アットの、登録とか、入れておきますので、ぜひぜひですね、登録をしていただきますと、こう試験の情報だったりとか、あとは直接、時間にこうなんか質問とか投げかけていただくこともできますので、そんな感じで、ご利用いただければと思います。はい、ということで本日も誠にありがとうございました。